上で清水寺では柱が寿命を迎える数百年後を見据えた取り組みを始めています。その柱の代わりとなる大木を育てようと欅の植林を行っているのです。古くから祈りの場であった清水の舞台、遥か先の世代へとつなげようとしています。明日も、そして未来も、祈りを込めた鐘が新しい年を告げます。そしてこちらは社殿の中です。今年最初の祈祷が始まっています。震災以降、祈祷には新たな内容が加えられました。農水産業の再生、そして被災地の一日も早い復興です。参拝に訪れた50代のご夫婦は、震災で受けた心の傷はまだ癒えませんが、今年こそ前に進んでいきたいとおっしゃっていました。それでは新年を迎えた各地の様子を見ていきます。